今回紹介するのは、ジアートオブシンゴジラという本です。観光予定日が何度か変更され、完璧を期すためか、かなり遅延して、やっと出版されました。かなり高価な本ですが、自分自身へのプレゼントとして購入しました。さて、本体の方は、変形 A4 版560ページ、写真。 図版などはフルカラーですで上質紙を使用しているため重量感がありますそして布クロース層とおごった仕様になっていますそして300ページの変形 B5 番の台本が一緒にまとめられクロース層の箱に同封されていますそれに付録として鶴田健二氏の絵描き下ろし B3 番の両面ポスター 前田正弘氏のの描き下ろしの両面ロングポスターがついていてます。シンゴジラは今年2016年7スラッシュ29公開され大ヒットし現在も一部の劇場で継続公開されています本書はこのシンゴジラがどのような経緯で作られることになったのかその過程を造形物語映像準備 プリビス、映画美術、撮影現場、特撮美術現場、撮影現場、B 版、VFX&CG、証言、吹きに大別し、豊富な写真、図版、インタビューを通じ解明していきます。どのページもたくさんの資料から厳選された素晴らしいものだと思いますが、私自身の印象が強かったものは、 ゴジラの造形精密なミニチュアワークそしてイオリの詩へのインタビューということになります中でもアンの詩へのインタビューは35ページ7万字を超えるかなり長文のもので当初はゴジラの新作の意向を受け無理ですできませんと回答したことポリティカルミステリーを目指して制作したことなど 興味深いい事実がたくさん述べられていますともあれ今回のシン・ゴジラの成功はイオリノ氏に追うところが大でその案の氏が責任編集している本書は資料的にも重要なものと思います以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。